今ご紹介いただきました鎧、早速あのレジュメをあのお渡ししますので、多分時間は足りないと思いますので、あのコアナに詳しいレジュメにしましたので、後で補いながら、あの思い出しながら読んでいただければと思います。皆さん、原発事故が起こってですね、2週間ほど後に建屋の下の地下で潜り込んで、電線ケーブルをですね引く作業をやってた労働者が3名汚染された水の中に足を踏み込んで大量の被曝をした。2000ミリシーベルトという非常に高濃度の汚染水に足を踏み込んで被曝をしたという事故を覚えていられるでしょうか。その当時はかなり大きく報道されました。で、私はこの事故というのは原発における被曝労働の、まあ、特徴といいますか、あのそれを集約的に示しているというふうに思います。で、一つはあのなんといっても放射線というのは怖い、怖いというのはその後で話します、あの被曝してどうなるかという問題とともに、見えない、匂わないし何も感じない。私たちが X 線を浴びたり CT スキャンを浴びても全く何も感じませんが、それと同じように放射線はいくら浴びても直接体で感じることはない。その怖さが一つ。もう一つは、原発での危険な作業は東京電力の社員がやるんじゃなくて、1時、2時、3時、4時ずっと下のですね、下に下にという危険な作業ほど下請け労働者にやらせているということです。から3つ目はですね、その危険な作業をやる労働者が放射線の怖さといいますか、自分たちがやる作業がどれだけ危険なのかということを十分に教育されてない。で、それだけの濃度のところに足を踏み込んだわけですから、まあ俗に言えばやばいというふうに思ってですね、すぐに飛び出すというふうに思うんですが、まあ、当時はその電鉄ケーブル、電気ケーブルをですね引くというのがもう最大の課題になってましたので、あるいはひょっとするとやばいと思いながら作業を続けたかもしれませんが、それにしてもですね、2000ミリシーベルトというようなものがどこに汚染水があるというふうに聞かされていたり教育されてたら、いくら重要な作業でもまず自分が大事だから飛び出すと思うんですが、3名の方は50分間水に浸かっているということを知りながら作業を続けたということです。で、4つ目はですね、そういうことについて東京電力がやっぱ危機感というんですか、責任感というか何もないということですね。で、この後すぐにもちろん新聞記者等から聞かれたんですが、この当時汚染水に踏み込むような作業になるかもしれないというにもかかわらず、東京電力はその現場の放射線を測定してなかった。それから本来であれば必要不可欠な放射線管理員というのを同行させていなかった。で、なぜ同行させていなかったのかというふうに聞かれたら、いや、その放射線管理員、つまり東京電力の社員ですよね、放射線管理員の被曝量を上げたくなかったからじゃないですか。まあ、東京電力の社員はね、安全にしておきたいんだけども、まあ、下の下請け、再下請け、もっと下請けの人たちはですね、まあ、ちょっとぐらい危ないことがあってもまあいいかということで行かせたのではないか、まあ、こういうことをな、そういう意味で私はこの事故はあの原発被曝労働を非常にあの象徴的に集約的に示しているというふうに思います。で、近くで東京電力はですね、この事故の時にあのインタビューを受けて、なんといってもあの大事故の2週間後ですから現場はまだかなり混乱してたと、だから十分に届かなかったんだというふうなあの言い訳をしていましたが、私に言わせるとこれはそれまでずっとやってきたことがたまたま事故にあってそういう形で現れただけのことであって、普段からですね、東京電力あるいはトップの方の下請け会社は決して現場で働くあの被曝労働者の被曝作業をしながらですね、働く労働者のことを考えていないということの表れではないかというふうに思います。で、そこでその原発で働けばですね、労働者は嫌おうなく被曝をします、放射線を浴びます。で、その場合ですね、あの2種類の被曝の形があります。で、1つは外部被曝
と呼んでますが、要するに外からやってきた放射線が私の体の中を突き抜けるという、そういうまあ外部被爆ですね。もう一つは内部被爆といって、その放射性物質が例えば空中に舞ってるとか水に入ってるとか食物にくっついてるとかですね、そういうものを食べたり飲んだり、あるいは空気を吸い込む、まあ、呼吸をするという時に体の中に入って肺だとか胃だとかですね、さまざまなところに放射性物質がくっついてしまう。でくっついてしまった放射性物質が放射線を放し続けますから、そのことによって細胞が被爆を、その内部被爆と外部被爆という2つがあります。でそれをですね防ぐために電離放射線障害防止則、ちょっと長いんですが、我々電離則というふうに呼んでいますが、電離則でですねその被爆をなるべく下げるという、まあ、一応の手立ては取っているわけですね。で先ほど言いました外部被爆というのはですね、どんなことをしても防ぐことはできません。まあ、どんなことをしてもつっても1メーターの厚さのコンクリートの壁を隔てるとかね、あるいは、まあ、我々が放射線、まあ、放射線エクス線を浴びるとき、エクス線で検査を受けるときに検査の技術をガチャンと通しめますよね。で と我々の間には鉛の板が入ってます。でそういうものをつければ放射線はもちろんあるけど防げますが、そんなものを着てたら、つまり服にですねそんなものをバチッと着てたらですね作業はできないわけですね。でよく我々が見る新聞とかテレビなどで見るいわゆる防護服ですね、潜水服みたいなのをドバッと着てますが、あれは外部被爆は防げません。あれもつけても外から飛んできたガンマ線は体を通り抜けていってるわけです。でそういう意味で原発で働く労働者は、まあ、ほとんど全部が防護服を着てるんですけれども、彼らは毎日毎日被爆をして、まあ、こういうこと。それじゃあ何のためにですね防護服を着ているかというと、先ほど言った内部被爆を防ぐために着ているというふうに私は言われます。つまり彼らが働くところですね、では放射性物質が舞い散ってます。もちろん普段の平常運転の時はねそう舞い散るわけじゃないんですけれども、舞い散るところで作業するわけじゃないんですが、1年に1回1年余りするとですね、せいぜい1ヶ月か2ヶ月かけて定期点検というものをやらなくてはならない。その定期点検というのはまさに原子炉やタービン建屋の中でやるわけ、汚れてるところでやるわけですから、そこは放射性物質が舞い散ってる。その放射性物質を吸い込んだり、あるいは体にくっつけて帰ったものが例えば食べ物に移って、すなわちこう飛んで、ま、その食べ物を食べると、そういうことを防ぐために防護服を着ているわけですね。でところがこの布施さんは体験されたようですけれども、防護服を着るととにかく二重にきますので、ね、ロボットして二重にきますので大変蒸し暑くなるということのようです。だから熱中症を起こす人が大変多いということですが、蒸し暑くなる。それからもう一つはマスクをかぶってですね、潜水服につけるマスク、だから中が蒸し暑くなるもんだからマスクが曇るんだと。そうすると曇って何も見えないから、どうしても見ないといけないときはそのマスクを外すとか、あるいは防護服の中がもう蒸し暑くて仕方がないときはですね、もう危険だということを教育を受けて知っててもそのマスクをちょっとずらすとか、あるいは隣の部屋に行ってマスク全部外してしまってですね、深呼吸してですね、なんとか息を継ぐとか、まあ、こういうことをやる。私が一番許せないと思いますのは、普段そういう作業をやってて仕事は終わって帰ってきますよね。その時に防護服を脱ぎます。当然脱ぎます。ところが誰もですね、その防護服を着てるのが苦しくて仕方がないもんだから、防護服を脱ぐと脱ぐ部屋に戻ってくるとね、みんなが大慌てでバーッとマスクをまず外して息をしてですね、それから防護服を外すようです。でところがですね、この場所を一回想像していただきたいんですが、その場所は一つの建物の建屋の中に、ね、あるわけですよね。で何十人か何百人になるか分かる、まあせいぜい
何十人レベルだと思いますが、何十人もの人が。防護服を脱ぐ、たくさんの人が一緒に防護服を脱ぎますので、おそらくこれは私の想像ですが、防護服を脱ぐ部屋はかなりの放射性物質が舞い散ってるんだと思うんですね。それを毎日毎日特に注意も受けないでそれを吸い込んでるんです。で特に事故の後はですね、そういうことに注意もされないもんだから、防護服を着たまま休憩をする、防護服を着たまま食事をするといった写真を何枚か見たことがあります。これがいかに危険なことかということですね。それが放置されている。さすがにですね、例のもう亡くなりましたけども、原子力安全保安員が防護服を着たままで食事をしたり休憩するのは危険だから、内部被曝があって危険だからやめなさいという通知を東京電力その他にやったということですが、その日付が7月18日ですか、事故が起こって4ヶ月間もしてからですね、そんな通知をようやく出すと。それまで安全保安員は現場で働く労働者のことをどう考えてたのかということですね。全く私は考えていなかったんだろうと思います。でそこでその原発労働ですが、さまざまな労働作業ですね、特に定期点検の時にはさまざまな作業があります。でそこに書きましたが、約300種類の作業があるそうですが、一番ですね、おそらく危険なのは、どの作業にも付きまとう、いわゆる除染作業だと思います。どの機械もやっぱ放射性物質がくっついて汚れてるわけですから、例えばあるパイプがちょっと錆びてるとか、穴がちょっと開いてるとか、あるいはちょっとずれてるとかね、あれはそれでなくても中を掃除しなくてはいけないという時に外して、それを掃除をする、あるいはそれを再度くっつける、接続するというのはある程度の技術力がないとこれはできません。ところがそういう技術力を持った労働者をそう手軽に集めてこられるわけがないので、なるべくそういう専門的な技術者には被曝量を少なくしたい。でそうすると何を考えるかというと、その専門技術者が労働する前までにですね、周りにある放射性物質をなるべく取り除くという作業、除染作業ですね、これが必要不可欠になってきます。ところが除染作業というふうに言うと、なんかこうレベルの高い作業をやっているように聞こえるかもしれませんが、聞くところによると、要するに、雑巾を持ってね、こう拭き取る、で拭き取った雑巾を、放射性低レベルの放射性廃棄物でほかす、でまた次の雑巾持ってきて拭き取る、そういう作業をやる。でこれは作業そのものは非常に危険です。つまり放射性物質直接触ったり近づくわけですから危険ですが、作業のなんて言いますか、ノウハウとかですね、あるいは技術としては特に何もいりません。私たちが台所を拭き掃除するのと一緒ですね、それを拭く作業さえやればいいわけですから、作業そのものは簡単なんだけども、非常に被曝量が多い。でそういうことからですね、必然的にといいますか、そういう被曝を除染作業をやるですね、労働者はどん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 被曝量が溜まっていくと。でところが先ほど言った電離則ではですね、1年間に50ミリシーベルト以上を浴びさせてはならない、5年間で100ミリシーベルト以上を浴びさせてはならないということによって、労働1人当たりの労働者の被曝量を下げようと、一定程度に抑えようとしていますので、つまり50ミリその年に浴びてしまった労働者はもう原発では働けないということになるわけですね。そうすると代わりの人を連れてこなくてはならないということで、原発でですね、そういう最も危険な作業、しかし極めて単純でしかも大量に必要な作業をやる人たちは東京電力直轄どころか、
私たちはそんな会社があるとも知りませんというふうに東京電力言いますが、5時、6時、7時、8時のですね、下請け作業、下請け会社の従業員に全部やらせている、まあ、こういうことだろうと思います。でしかももう一つですね、そういう下請けに回せば、まあ、これは一般の企業、東京電力会社に限らないもうあらゆる企業でやっていることですが、下請けに回せばですね、自分が直接雇っているわけじゃないので労働法でこう定められている企業、会社とあるいは使用者としての責任を取らなくても済む、そういう経済的なメリットもあるし、あるいはあの技術上の必要性もあってですね、原発で働いている人の圧倒的多数がそういう被爆労働をたくさんあのアピール、被爆労働をせざるを得ない下請け労働者になっている。最後にそこに下にあのこれはまだ事故が起こる前のことですが、2009年度のですね、あの電力会社の従業員が何人ぐらい原発で働いていて、下請け企業の労働者が何人ぐらい原発で働いて、それぞれ何ミリシーベルトぐらい浴びたかということをですね、そうあの統計が取ってありました。それを見ますとですね、実に 99% は下請け労働者が担っている。東京電力の社員は 1% しか浴びてない、まあ、そういう構造ができているということです。でしかもですね、私が一番問題だと思うのは、この被爆労働というのは原発をやってる以上は絶対に避けられないということですね。とするとそういう被爆労働、つまり外部被爆は比較的体力、あの体には害は少ないと言ってもですね、必ず誰かに害が起きるわけですね。でその害が起きるということを十分承知していながら、なぜ原発をやらなくてはな、原発を続けなくてはならないのかということをやっぱりもう一度考えてみる必要がある。でもちろん原発というのはあの事故の後でですね、私たちが身に染みたように事故が起これば大変なことになるんですけども、私が言いたいのは、事故が起こらない時でも今のようなことがですね、毎日毎日行われてきている、そういうことをあの訴えたいと思います。